ちは、原ちゃんです。今回はですね、僕が消防試験合格までにどれだけの時間を使って合格を勝ち取ったかについてお話ししていきたいと思います。でですね、あくまでも僕自身の一つの事例として、まあ、参考にしていただければと思っていますので、よろしくお願いします。では早速なんですけども、僕自身がまあどういう経緯でどういうまあ学力の中で消防試験を受けていったかについてお話ししていきます。まずはですね、まあ僕は消防試験の一類で受験合格いただきました。それでですね、まあ4年生の大学行っているわけなんですけども、本当にもう三流ですね、偏差値が50前後の大学に行って、まあ、そんなに本当に有名な大学は行ってないです。まあ関西でいう関関の立とか、まあ、東京六大学みたいな、そんないい大学は行ってない、ごくごくまあ普通って言ったら普通の大学生なんですけども、そういったところでですね、まあ部活もしていなくて、でまあ消防している人、大体部活してる人多いんですけど、僕は部活していない状況で合格をいただきました。まあそういったところからですね、僕のまあバックグラウンドを少しだけまあ知ってもらった上でお話ししていきたいと思います。でですね、まあそんな普通の大学に行ってるんですけども、僕は大学3年生のですね、夏頃ですね、8月9月とかにもう意思決定して消防士になること、まあ公務員試験を受けることを決めました。それでですね、まあ情報を夏の間8、9とかに集めてたんですよね。実際に試験対策勉強し始めたのは10月頃からです。で10月からですね、もう本当に毎日1日まあ6時間ぐらいを目処に勉強してきました。でもちろんですね、1日勉強をめちゃくちゃやる日もあれば、1日全く勉強しない日っていうのももちろんあったんですよね。他にサークルとかやってたりとか、まあ、ボランティアやってたりとかっていう部分でやってない時あって、まあ、飲み会に行ったりしてたり、あとまあ友達と遊んでしまったり、正月挟むんで正月ちょっとめちゃくちゃゆっくりしてしまったり、まあ、そういう状況もありながら、一応期間としては10月から、5月中旬とかに試験があったので、8ヶ月は試験勉強の時間として費やしてきました。でも単純にですね、毎日およそ6時間を、まあ、1ヶ月30日間として8ヶ月間試験勉強をしてきました。なので単純に1440時間ぐらいですかね、試験までに費やしてきた時間はそれぐらいになります。なので今消防とか警察の試験を受けようと考えている人は、もう今すぐにでも取り掛かった方がいいですね。で参考書とか、まあ、テキストとか持ってないと思うんですけど、今すぐもう買ってすぐ勉強し始めた方がいいです。でですね、まあ、過去の動画で、まあ、勉強の方法とか、まあ、ここを重点的にやった方がいいよっていう動画も出してるんで、ちょっとまあそれを参考にしていただければと思います。ここでですね、僕がまあ実際にどういう教材を使っていたのかについてちょっと紹介していきます。ただまあこれから紹介していく中で、まあ、タックという専門学校があるんですけど、そこの教材になるんですけど、決して僕はそのタックの回し者ではないんです。安心してください。僕はまあ純粋に試験勉強をやってた時に、まあ、ここが、まあ、このテキストが一番いいなと思って使ってただけです。でまあ他にですね、まあ、東京アカデミーとかいろんな参考書とかテキストあると思うんですけど、問題集とか、まあ、その中で、まあ、見てる中で、まあ、タックが一番、まあ、分かりやすくまとまってるんじゃないかなと思うので、今回一応紹介します。でですね、もう本当端から端まで僕は全科目分のテキストを買いました。参考書ですね。で、まあ、参考書っていうのはその説明文に対しての問題が数ページあるっていう形で、覚えて問題を解いていくっていう形でやっていました。まあ、それを全科目やってましたね。でもそれをですね、半年間、6ヶ月の間で全部一周やり込んで、あとの2ヶ月はもう一周してるんで、1ヶ月ぐらいでだいたい2周目終わるんですよ。でですね、やっていく中でもう2周目入った時に、正直僕はもう苦手科目というのが明確になってたので、もうそこはですね、本当に公式を覚えるだけで飛ばしたりとか、もう本当に見てなかったり問題解いてなかったりしました。まあ、例えばで言うと生物物理とかですね、この辺は僕本当苦手なんで、物理とか生物は公式を覚えただけで、公式に当てはめて解けるような本当基礎的な問題だけは解けるようにしました。あと世界史ですね、世界史僕横文字苦手なんですよね。だから横文字に関してはもうこれもう無理なんで、もう僕は世界史は捨ててました。もうそんな感じでですね、できるところは取っていかない、できるところ、まあ、得意なところは取っていくっていうスタンスで僕はやってました。特にその中でも数的判断、これですね、テキストもめっちゃ分厚いんですよ。なのでここは必須科目、絶対もう苦手とかじゃなくて、もう本当公式当てはめたら必ず解けるところで、点数取れるところになるんで、数的判断は必ずやっておいた方がいいです。あと政治経済ですね、
政治経済、これはもう本当に絶対重要です。まあ、公務員になるんで、公務員になるっていうことは、まあ、法律を活用して行政法とかの中で動いていく活動していかないといけないんで、この政治経済知ってないと公務員としてすごい恥ずかしい思いするんで、ここは必ず勉強していきましょう。なので問題数もですね、その科目は多いですね。政治経済、あとまあ数的判断とかですね、まあ、この辺はしっかりと勉強していくのをおすすめします。まあ、パッと本当もう流し読みするような感じで2週目はして、でですね、半年終わった頃に模擬試験とかあるんで、模擬試験を受けに行ってました。この模擬試験は確か東京アカデミーとかでやってたと思うんですけど、まあ、東京アカデミーで、まあ、知り合いの人がいたんで、その東京アカデミーでその模擬試験を受け、あ、やってるよっていうことを、まあ、教えてもらって、でそれで受けに行ったと。まあその時はだいたい30前後ぐらい、まあ、32とか試験で取れてたんですね、模擬試験で。でまあこれぐらい取れてたらいけるだろうと。でまあそこでまあ安心して手を抜くことなく、一応それからですね勉強をし続けて、まあ実際に本番で取れたのは本当25点ぐらい、まあ自己採点なんですけど、そんなもんでして、まあ合格をいただくことができましたという形です。まあ、そういう流れでですね、本当今も考えている人はもう何回も言うんですけど、今すぐやった方がいいですね。今すぐ試験勉強始めましょう。でないと追いつかないですね。ちゃんと完璧にやらないと済まない僕も性格なんで、完璧にやらないと済まない性格の人はもう全科目ひたすらやるのに半年は最低必要だと思うんで、半年間もうだから本当もう今すぐです、すいません何回も言います、今すぐです、今すぐやりましょう。この動画を見た後もう今すぐにやりましょう。でですね、僕も Amazon とか見てて本当参考になるテキスト、タックのやつで分かりやすいやつあったんで、それをですね、URL リンク、 Amazon の URL のリンクを貼っておきますんで、まあ本当にもう何をやったらいいのか、何を買ったらいいのかわからん人は、まあ、それをですね、ちょっと見てみてください。まあ、実際にその Amazon で見て、で実際に書店に行ってどういう問題内容か、まあ、見てもらって、でまあ自分に合った、まあ、レベルだなと思ったら本当に買ってもらったらいいと思うんですけど、まあ、そんな形でですね、一応参考にこの Amazon の URL も貼っておきます。で本当もう何を買ったらいいのかわからん人はもうとりあえず買ってやってみてください。全科目買ったらおよそちょっと1万前後ぐらいするかもしれないんですけど、本当これはでもですね、もう合格するためにはまず問題解いて覚えて勉強しないともう合格できないんで、試験中にマークシートなんで転がして何番来たら点数取れるとかはね、言う人もたまにいるんですけど、いやもうやめといた方がいいですね。確実に合格を取りたいって思うんだったら、合格したいって思うんやったら、しっかり勉強して対策して合格勝ち取ってください。でないとですね、まあ、消防士になった後が多分しんどいですね。勉強しないといけないんで、消防士になった後も、まあ、いろんな資機材の名前を覚えたりとか、消防法とかいろんなね、建物の立ち入り検査法とかいろいろ覚えることもいっぱいあるんで、勉強っていうのはですね、まあ、消防合格した後もついてくるもんなんで、今から勉強する癖とか覚える癖とかっていうのをつけといた方が、消防士になってからも役に立つこといっぱいあるんで、今からですねしっかり試験対策して来年の試験合格できるように頑張ってください。まあ、今年ね残念ながら不合格になってしまった人もいると思うんですけども、まあ、最後の最後まで諦めずに、まあ、30歳までは消防士になることできるんで、受験を受けることできますんで、ということでですね、今回は以上にしたいと思います。なので、まあ、これからですね、来年本当受験する人必ず合格できるように、もう何回も言います、今すぐ対策していきましょう。ということで今回の動画良かったと思う人はいいねと、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ということでまたお会いしましょう。また、まあ、コメントとかですね、いろんな分からない部分とかあったら DM とかでも、まあ、それぞれ個別で送ってくれてる人もいるんで、まあ、そこでは個別で教えていきますんで、メッセージもいただければ返信しっかりと返していきますので、お待ちしてます。ということでまたお会いしましょう。バイバーイ。